田尾のりこです。富士山が世界文化遺産に登録されるかどうか間もなく発表されるわけなんですが、私今からドキドキねえ富士ピー。さて富士山を守るために今までいろいろな活動が行われてきました。中でも富士山の美しさを後世に伝えていくためのゴミ拾いには特に力を入れてきたんだよね。その結果富士山の麓からは6年間でおよそ7トン5合目以上では7年間でなんと35トンものゴミを収集しました。それなのに麓にはまだまだゴミが残っているんです。そこで今年もゴミを拾いに行くぞということで、第1弾6月29日土曜日9時30分から富士山子どもの国周辺でゴミ拾いを行います。募集は80人、小学生以上なら誰でも参加可能です。参加を希望する方は郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で県自然保護課までお申し込みください。そして第2弾は富士山クリーンアップ登山大作戦と題し、8月上旬に須走口5合目登山道入り口でゴミ袋を配布します。登山をされる方々のご協力よろしくお願いします。ゴミは捨てずに持ち帰る、みんなの力で富士山をより美しくしていきましょう。静岡県の、いや日本の宝富士山をこれからも大事にしていくぞ。